はい、9月21日になりました。今年もですね、あと3ヶ月ぐらいしかもうこの相場解説できませんよね。で、昨年の今頃ってのは FX の基礎講座の販売をしたと思います。あそこで基礎をしっかりと押さえていただいた方、そして場合によってはですね、中級編の方でテクニカルをマスターしていただいた方、今年はかなりね、相場が見やすくなったんじゃないかなと思います。基本的には相場ってのは右肩上がりトレンド、右肩下がりトレンド、そしてレンジというね、横ばいトレンド、この3つしかありませんからね。で、早めにどれなのかってことに気づいて、それに合わせた対応策を取るのが相場解説になってます。日々それの繰り返しなんですよね。だからそう言ってみると、途中から単純作業になってきますので、あとはもう資金と度胸の勝負ってことになってきます。なるべく早くね、この基礎的なことをしっかりと抑えて、資金と度胸の勝負の毎日になるといいですよね。それではね、今日も相場解説していきます。どうぞ。はい、日足を見ると、本当に綺麗にレンジができていることに気づくんじゃないかなと思います。レンジの幅はね、いろんな見方があるんですけども、そうですね。一番最初に引いたのはこんな感じだったと思います。まあ、始まりなんでね、ざっくりとしかわからなかったんですよ。なんせ、この辺で決めないといけないですからね。それをずーっと横にずらしていって、だんだんフォーカスできていって、最初はこんなこと言いましたね。広がりながらのレンジじゃないかな。そして閉じていったんじゃないかなと。で、その後で押さえていくのが、落ち着いていくのが、だいたいこの辺で取れてみたと思うんですよ。こんな感じですよね。うん。まあちょっとね、今思えばこうしとけばよかったかなっていうところもありますけども、大筋ではね、こんな感じでしょ。最初はまだ上下のボラティリがありますんで、大きいわけなんですよ。ちょっと赤でいきましょうか。最初はボラティリティが上下にありますんで大きいんですよ。だんだん収束していく。収束って言葉何度も言いましたけども、だんだん絞られていくんですよね。で、最終的にはこういうふうに細くなることもあります。その後に黒でいきます。ブレイクをどっちかにするってことですよね。で、いつブレイクするかっていうのは、例えば内側のこの箱を見ていく。もしくは外側のこの箱を見ていくってことになりますけどね。まあ今回、綺麗に上がった分だけ落ちましたよね、ここね。じゃ、それを4時間で詳しく見ていきます。まあ、綺麗にはまってますよね。一つ目のレンジなんですけども、ここで1個捉えていたところですね。だからここを割ったら大きく下にブレイクする。で、上の方にここでブレイクする。ブレイクしなかったですけどね。そして今度、ここを割ったからまた下にブレイクするってことで、エントリーポイントは何点が設けられたんじゃないかなっていうのが一つ。もう一つはですね、内側についてです。内側について、この下のラインに当たっていたら、バイをかければいいし、上に当たっていたらセルをかければいい。まあ、ここはね、ロスカットになっちゃいましたけどね。でも改めて、ここに当たってセルで、よかったわけでしょ？セル。で、下のここに当たったからバイで、がっぽり取れたわけでしょ？ここ。うん。で、ここも同じですよね。で、ここも同じですよね。ここも同じですよね。結局こうやって見たら4対6どころか7対3以上でエントリーが利益確定に結びついてるわけですよ。ロスカットってのはそもそもロスカットライン、リスクリワード 3.1 で引いてますから、3.1 ってのはエントリーしたところがここだとしたらね、ロスカットラインがここで、この辺に利確ラインを引いてるってことなんですよ。この感覚が1に対して3だよねってのがロスカットのそのリスクリワード 3.1 って考え方ですよ。だから負けるときはちょっとで勝つときは大きいということが今回この相場で言えたんじゃないかなと思います。そして継続して下の方に行ってますけども、この伸び幅ってのはここと、ちょっと1時間でやりますけども、ここと同じなんですよね。1時間見ましょうか。ね、だんだん見えてきたでしょ？まあ、ここには至らなかったけども、だけども、ゾーンの上底でね、上でバカーンと当たってね、ダブルトップを引いて、大きく下に沈んでいった。で、今度はここですよ。ね、まさに、ダブルボトム、ダブルトップで来てるわけですよ。これ N 字を書いて、2回書いて下の方に行ってですね、ダブルボトムで急上昇、N を書いて、さらに上がって、レジサポラインで下がったけども、ダブルトップを変えて、N を書きながら急降下。ね。N を書きながら急降下。ほんと全部、基礎的な公式が全部詰まったようなね、上下相場ですよね。しかも、大きく見ると、レンジを形成しつつです。110円の120円から、109円の185ぐらいまで。いや、この大きな幅は取れましたね。まあ、ですんで、今回はですね、どの辺かな、
109円の185あたりまで落ちたら、もしくはその辺まで、そのね、界隈まで行ったら100円240も295もそれに当たりますけど、この辺に触れたら今度はね、倍を検討すればいいんじゃないですか。で、倍の方に行ったんだけども、ロスカット食らって下に行くようだったら、そうですね、109円の130あたりで今度はセルに向かっていくというリストバラインがあそこありますからね。明確に戦略が引きやすいところまで来ました。はい。先週に引き続いて今週も大きな利益取れると思いますけども、いかがでしょうか。基礎は抑えてますか。昨年やった基礎講座、どうですか、ね、今日もお問い合わせがね、基礎講座の方ありましたんで返信しましたけども、基礎を抑えたら、本当にあとはね、単純作業で度胸と資金の勝負になってきますんで、もうテクニカルとかね、いわゆる基礎用語とか、そんなことはあんまりね、気にしなくなりますね。この時はこのパターン使えばいいじゃん。この時はこのパターン使えばいいじゃんの繰り返しになってきますんで、いかにね、基礎用語を頭に入れて、4つの、あれですよね、テクニカル理論を頭に入れて引き出していくかってことになります。そもそも多くの方は引き出すべき引き出しを作ってないんで、本当になんか感覚値で上がるはずとか、下がるかもねぐらいになっちゃうんですよ。まあ、頑張っていきましょう。それでは。